JR 東日本は22日、台風21号の影響で、在来急線で本数を減らす間引き運転をすると発表した。間引き運転をするのは、東海道線、京浜東北線、横須賀線、中央総武各駅停車、総武快速線、総武本線、京葉線、内房線、外房線、成田線マイナスの9線。台風の状況によって始発から運転を見合わせる場合があるとしている。また、運転を見合わせるのは、上越線が渋川水上駅間の上下線で始発から午前9時、ごろ吾妻線が渋川大前駅間の上下線で始発から午前9時ごろ、湘南新宿ラインが始発から正午ごろ、おはようライナー新宿22号24号26号が全区間、中央ライナー2号4号が全区間、青梅ライナー、東京行きが全区間マイナスで、それぞれ運休する。上野東京ラインは、始発から正午頃まで直通運転を中止する。JR 東海は、静岡、愛知、三重、岐阜の4県で同社が管轄する在来線について、23日の始発から上下で運転を見合わせると発表した。